どうも、青木です。今日はバッシュ調査よっ。はい、というわけで、今日はここ深谷市総合体育館、深谷ビッグタートルの体育館に来てるんですけど、中で、関東大会の2024男子の試合が行われてます。で、A 関東なので各都道府県の、まあ、1位2位の、まあ、強豪校が集まって、まあ、関東王者を決めようじゃないかという大会なんですけど、まあ、その強豪校の、ね、プレイヤーたちが今どんなバッシュを履いてるのか、調査していきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。行ってきます。はい、今関東大会に出場しているあの面白いシューズを、ね、履いている選手にインタビューしてるんですけど、学校名と名前を教えてください。はい、翔平高校2年高見さん、おといです。はい、僕のおすすめのバッシュはこちらです。はい、ちょっと飲み物買ってきていい？これは何ですか？これはリーニンのウェイドフィッション9っていうバッシュです。はい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 。まあ、よくインスタで最近このウェイドの広告を見ますけど、はい、買ったきっかけを教えてください。きっかけは、まあ、最初フロー履いてたんですけど、はい、その後 GT カットに変えた時にちょっとグリップがなんかあんま良くないなって感じて、はい、グリップいいバッシュって調べた時にこれが出てきたので、はい、買ってみました。それはなんかインスタの広告の影響がなきにしもあらず。そうですね、インスタで調べて。おへー、結構ウェイドって今めっちゃカラーとかも出てるじゃないですか。はい、なんでこれにしたの？いや、自分派手なのあんま好きじゃないんで白にしました。なるほどね、結構派手多いもんね、あれね。じゃ、これのおすすめポイント、そのおすすめポイントは ここにウェイドのユニフォームがどこここにもあるんですけど、本当だ、こっちにもあります。本当だ、そこおすすめ。はい、おすすめです。機能じゃないんだ。機能じゃないです。なんかこれ履いてて、はい、まあ、このバッシュにしてこう自分のこういうプレーに生きたというか、良かったなみたいな。そうですね、まあ、ドライブからストップジャンパー打つことが多いんで、グリップの反発でなんか打ちやすくなったなっていうのはあります。いや、もう本当にグリップに特化した場所なんだ。そうですね、自分はそう感じてます。これちなみに購入先は？購入先は公式のオンラインショップで。あ、オンラインショップで買いました。あれってちなみに海外から来るじゃないですか。はい、どんぐらいで届いた？2週間ぐらいで。あ、そんなもんなんだ。はい、へー、なるほどね、ウェイド。OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで、関東大会に出場した選手のおすすめシューズ聞いていきたいと思います。学校名と名前、自己紹介。はい、一人ずつお願いします。創作高校11番、飯塚彩斗です。創作高校65番、金杉由紀です。創作高校34番、飯島孝太です。はい、じゃあまずはこっちから行こうかな。おすすめのシューズ一人ずつ教えてください。GT カット2です。はいはいはい。これはなんで GT カット2の？結構僕ドライブとかするんで、うん、このクッションとかが重視してて、うん、GT カット2いいって聞いて GT カット2にしました。今3出てるじゃん。はい、でも2、いや、これ3出る前に買って。あ、なるほどね。それで出てから履いたみたいな感じ。あー、なんか過去一これ。過去一ですね。お、何、今までのちなみに過去一何だったの？今まではフリークワン。おー、いいね、いいね、はい、うん、が良かったです。ああ、フリークワンよりその上回った要因はやっぱクッション、かかとのクッション、それはすごいです。これちなみにどこで買いましたか？これはナイキのショップですね。オンライン。はい。あー、なるほどね、 OK です、ありがとうございます。はいはい、サブリナワンのバイユーです。はいはいはい、いいね、いいね。これはなんでサブリナ？前ルカワン入ってて、おでピンクがいいなと思って、あバイユー見たらピンクあったん で、 あでグリップ効いて、あとめっちゃ軽くて、うん、履きやすいです。ルカワンとどっちが履きやすい？あ、ルカワンが履きやすい。好き、それ正直好き。はい、でもサブリナの良さもあるじゃん。はい、良さは？良さはまず軽くて、うん、あとクッション性あって、うん、止まれるなってグリップ効いて、うん、はい、ジャンパー打つんで。ピンクの理由は何なの？ピンクは前ルカワンのあのピンクのやつ入ってた。ドックね。はい、うん、あれが良くて、うん、ピンクがいいなって。へー、ちょっと見せて後ろ。ソールもピンクやろこれ。はい、あー、かわいいね。オッケーです、オッケーです。はいはい、リーニンのウェイドオールシティ12ってやつで、うん、です。これ何、あのインスタの広告にやられた？いや、お父さんにおすすめされて、1個前のシリーズから入ってるんですけど、うん、1個前のシリーズで
グリップとかそのクッション性とか良くて続けて履いてます。結構年季入ってるけど。そうですね。うん、ちなみにこれ過去一？いや一個前のシリーズものが、うん、まあ良かったです。でもこれもやっぱいいんだ、それに続いて、はい、同じメーカーだしね。はい、なるほどね。ちなみに操作ではこの他にリーニー履いてる人いる？いや、いないです。いない？あ、自分だけ？はい。あ、いいね、いいね。人と被んないのいいね。オッケーです。これはどこで買ったの？普通にウェイドの。そのリーニーの公式で。公式で？はい。オッケーです。はい、ありがとうございます。はい、それでは関東大会に出場している選手のおすすめシューズ聞いていきたいと思います。まず自己紹介お願いします。はい。自立柏高校の、ガイアリーです。はい、あのおすすめのシューズを教えてください。自分がおすすめしたいバッシュは、はい、この GT カット2です。はいはいはい。これなん、なんで理由は友達が使ってて、でそれで買ってみたんですけど、クッションがすごくてなんか飛びやすくていいなと思って使ってます。結構履いてどれぐらいですか？今1ヶ月ちょっとぐらいです。あ、だからまだ綺麗なんだね。はい。ちなみに購入先は？購入先はメルカリで買いましたメルカリで買うときって、はい、なんか新品しか買わない人とか、中古でもまあ綺麗だ、綺麗で安きゃいいっていう人と、なんかいろんなタイプいるじゃん。ガイはどんなタイプ？これ中古で、中古で、まあでもなんか2回ぐらいトレーニングで買い、あの使ったって書いてあったんで、うん、まあいいかなと思って、うん、買いましたちなみにいくらだった？その2回ぐらい履いた中古でいくら？でも1万5000ぐらいで買えて。安い。それは安い。安くて。安い。これはもう買うしかないと思う。ああ、じゃあ何、この即決で買うの？一応コメント？でも即決です。即決なるほどね。はい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 。逆に今まで何履いてた？フリークとか履いてました。ああ、と比べて GT は一番過去一？そうです。え、ガチ？過去一？何が、どこが過去一？エアーが、すごくて。本当？オッケーです。ありがとうございます。はい、今、関東大会に出場しているプレイヤーにおすすめのシューズを聞いてるんですけど、あのぜひ教えてください。はい、僕のおすすめする場所はこれです。名前と学校どこ行ったん？あー、やばい。前橋育英高校の片桐豊です。はい。僕がおすすめする場所はこの 4B6 です。おー、いいね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 。このコービー6の理由は？やっぱりフィット感がやっぱ他の場所と違くて、すぐなんか足に馴染んでとても履きやすいのが特徴的です。いやー、なるほど。ちなみにこれはどこで買ったんですか？これはスニーカーダンクです。あ、スニダン？はい、スニダンでお父さんが買ってくれました。値段じゃあんま知らないの？いや、でも値段は一応知ってます。4万。あ、でももうちょい高かったです。マジで？はい。5万ぐらい。10万。うん、そうだ、10はいかないやろ。サイズいくつ？28です。ああ、ちょっと上がるね、ちょっと上がるね。はい。結構履いてどれぐらい経ちますか？1ヶ月くらい経ちます。1ヶ月ぐらい、はい。重要な試合でしかあんま履かないので大事に履いてます。なんでこのカラーにしたの？やっぱり育英のイメージカラーってやっぱ黄色とか黒のイメージがあるので、うん、それに合うように、うん、このデザインにしました。うわあ、やっぱコービー履くとテンション変わる？ああ、やっぱ全然違います。次はこれもし履くとしたらどのタイミングで履きますか？まあ、もうそろインターハイ予選があるので、ああそこで履きたいと思います。はい、 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今、関東大会に出てる選手のおすすめシューズ聞いてるんですけど、まずは、学校名と自己紹介お願いします。日本航空高校、大道和夫です。はい、おすすめのシューズ教えてください。グライドノバーの FF2 です。お、なんでこれなの？軽くて、うん、めっちゃあの足にフィットしてて、うん、走りやすいですちょっと今決勝直後ということもあってテンションがね低いですけどいや全然いいよ、全然いいよ。前もやったよね、シューズ企画。その時もこれだよね。もうあれからだって1年半ぐらいだよね。変わらず一途に FF2 ということですけど、なんでこれなんですか？ずっと履いてて走りやすいし、
他の場所入っても、まあ、これが一番自分に合ってるなと思って。あ、他の場所意外と試したんだ。FF3 も入って、おお、そうだね。アンプレも入ったんですけど、これが一番合ってます。へえ。何が違うの？他の場所と違うところ。言うてアシックスでさ、はい、アンプレとかじゃん。3もそうだし。軽くて、うん、まあ、ここの先口、はい、が結構フィットして、めっちゃ走りやすくて、それがいい感じ。どうすんの、うん、FF さ、もうだって売ってる普通に。いや、もうね、なんか売ってるとこ売ってないとこあるけど、ちなみにこれはどこで手に入れたんですか。これネットです。ネットで、はい、他はどうすんのこれから。これからは FF3 か、まあ、他の場所で試すか。メルカリとかで探せん。ラクマとかメルカリで、はい、OK です、ありがとうございます。はい、今関東大会出場プレイヤーのおすすめシューズ聞いてるんですけど、学校名と自分の名前と教えてください。八王子学園八王子高等学校12番戸返です。はい、戸返くんのおすすめシューズ教えてください。ルカワンです。おー、なんでルカワンなんですか。去年の夏に買ってて、うんうん、買ってで、それでグリップも良くて、うん、ジャンプ力もなんか上がった気がしたんで、うん、ずっとこれ履いてます。もともと高いのに。いや、本当にこれ履いて飛ぶようになったの、はい、へえ。今日もまあ、試合は決勝戦、えげつないブロックあったけど、それも全部コロナ禍です。おー、なるほどね。え、ずっとルカマン。そうですね、ずっとルカマンですね。もうさ、3ヶ月、4ヶ月前にルカ2、もっ半年前ぐらいか、そうです、ルカ2出てるけど、ルカ2は履いてないです。履いてないの、1なの。1の理由はなんかルカ2履いたことないですけど、うん、硬いイメージがあるんで、うん、ね、あんま履きたくないんで。おお、これじゃあちなみにルカ1は何足目ですか。3足目です。おお、結構リピートタイプなんだ、はい、なるほどね。どうすんの。え、ちなみにこれどこで買ったの。これは、うん、一番最初に買ったやつで、おお、あ、原宿のジョーダンストア。ストア、東京に、あ、ジョーダンストアか東京23かどっちかやな。そうっす、うんうん、で原宿の方、はい、へえ。これだってさ、もうそろルカワン多分なんていうんですか、もう流通が止まるというか、はい、どこでも手に入らなくなるような時期になってきたけど、どうすんのこっからは。うーん、次はちょっとナイキの場所にチャレンジしようかな。あ、冗談じゃなくて、はい、ナイキの、はい、デビンブックめっちゃ履きやすい。履きやすいんすか。ブックワンやばい。スニーカーってイメージがあるんで、グリップとかどうデザインがね、はい、エグいっすか。これもルカワン入ってた、大好き、2より好き。ルカワンか PG5 かだったけど、ブッカーやばい、過去一。え、これちなみに過去一。これ過去一っす。OK です、ありがとうございます。はい、今関東大会に出場している、選手のおすすめのシューズ聞いてるんで、まず自己紹介から教えてください。筑波修英3年の浅井海司です。僕のおすすめのシューズはこのプレイヤー1です。おお、結構渋い場所履いてるけど、なんでこれプレイヤー1なんですか。やっぱり自分はジェラマイア選手いるじゃないですか、うん、日本航空の、うん、その選手が履いてるのを見て、うん、ちょっと惚れちゃって。同期だよね。そうです。同期だけど惚れたんだ。はい、でもジェリーはこのシューズじゃなくない。こっちも履いてた。インスタでそのシューズ履いてるのを見て、うん、それを調べて見たところ、うん、めっちゃいいみたいな感じで、うん、それで自分はこれ選びました。どこで買ったのこれは。自分はそのプレイヤー1のサイトで。サイトで、オフィシャルサイトから。はい。へえ、この赤にした理由は。赤、うん、自分の仲間が赤履いてて、うん、やっぱり目立つから、うん、こういう系が自分は結構好きなんで。目立つね、はい、履き心地はどうですか。履き心地はコービーのような感じで、うん、コービー履いたことあるの。あります。いくつ、どれ履いてたの。自分はコービーの360を履いてて、それとちょっと似てて、うんうんうん、その履き心地が超良くて、うん、それでなんか地面にちゃんと足がついてるような感じ、うん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 、そういうところもすごく良くて、うん、だからこのシューズはとてもおすすめです。これちなみに履いてどれぐらい経ちますか。自分は履いてて2ヶ月近く。2ヶ月ぐらい、はい、耐久。コービーってやっぱさ、軽かったりとかすごいクッションが良かったりする分、耐久性ちょっとなんか三角なところあるじゃん、はい、このプレイヤー1はどう。
このプレイヤー1はちょっとコービーの進化した版で、そういうところも結構良くて、うん、自分の足にもちゃんとフィットして、うん、超いい場所だと思うんで。まださ、プレイヤー1ってさ、日本でさ、入ってきたばっかというか、ちょっと流行りかけてるなのところじゃん。はい、サイズ感とかわからない人多いと思うんだけど、はい、アシックスと比べていくつとか、ナイキと比べていくつっていうのはどんな感じですか？まあ、自分のおすすめとしては、ワンサイズ大きく絶対買った方がいい。何と比べて？アシックスのノバとか、うん、そういうの自分前履いてたんですけど、それはそれと比べて、まあ、ワンサイズを買った方が自分はおすすめです。あ、コービーと比べては、まあ、言うたらナイキのサイズやな。あ、ナイキのサイズと比べたら、うん、それはもうナイキのままのサイズで多分大丈夫だと思います。あ、助かります。 OK です、ありがとうございます。